本日有言実行ということで、振り込みに行ってきました。石川県の能登半島の地震に関して、1万円、お振り込み金額ということで、で、受け取り人三井住友銀行の赤坂支店の、JNI、ちょっと読みにくいですけども、もともとはね、JNN ですね、そちらの、テレビ局を通しての、寄付金ですね。それで、寄付してきました。多くの人が寄付していただければと、生活保護者でも、ああいうふうに、寄付できていますんで、ちょっと待ってくださいね。こちらですね。テレビ局の募集の JRN 共同災害募金。令和6年能登半島地震災害義援金。三井住友銀行。ちょっとコンピューターさん、伝わせてもらえると助かり。口座番号ですね。先ほどと同じ番号。三井住友銀行の赤坂支店。最初に、あーという文字で出てくるんで、あと、東京の方の支店ですので、振り込みやすいということで、三井住友銀行の赤坂支店ということですね。昔そういうふうな話で決まったと思いますよ。以上です。あとは、世界中の、多くの、富裕層の方たちと、あとは、富裕層って言ったら、大体日本の車で言うと、レクサス乗ってる人とか、そういうふうな方たちになりますね。で、高級車だとか、3階建ての家建てられてる方だとか、未知生活保護者でもこれくらいの金額なんだからっていうところ、多少なりともあるかと思うんですけども、世界中の大きな純利益を上げている会社の方とかから、多くのお金を拠出していただけたらなと思います。それはもちろん日本の企業もトヨタさんとか、もともと皆さんの、税金が投入されて大きな純利益を1年間で1兆円以上も上げてるんですから、こんな時こそということで、トヨタホームという会社もお持ちですから、そちらの方で、グループの方から、家作りに行ってあげたりだとか、いろんなことできると思いますよ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。着信通知や、チャンネル登録等、していただけると助かります。あと着信通知の設定ですけども、身の回りの方に聞いていただいたり、それでもわからないときは販売店の方に聞いていただいたり、そういうふうな形で対応していただけたらなと思います。で、着信通知の設定なんですけども、それしておけば、いつ僕はどのような動画をアップロードしてきたかっていうことがわかると思いますんで、皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。いろんな方に広めていただけたらいいかなと思います。これで、多くの方がご禁止いただけた、もし人口通りのね、1億2000万人、そこまで日本人口本当はいないんですけども、その辺はホームページ淡井圭介の履歴の51番を見ていただいたら分かると思うんですけど、下の方に、YouTube にアクセスできるようにしてるんですけど、どこの国も人口統計、本当の人口統計よりも多い数字にどうしてもなってしまいます。二重国籍、三重国籍とか、海外でお亡くなりになれた方の死亡届が届いてないとか、そういうことでどうしてもそうなってしまいます。で、もし1億2000万人の人が1人1万円寄付したら、例えば東日本大震災だったら、土地代と、家の価格両方込みで、一軒家、3000万円ぐらいと考えた時に、3万軒以上家建てれると。だから失われた命とかはもう取り戻すことはできませんけども、せめてお金の部分とかで
被災者の方たちを助けれる部分ありますから、一部分で。だからそういうふうなところだけでもね、多くの方が助けていただけたらなと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。することしてきました。